ポテトプロ。そして声優界でも大きな転機を迎える人が。アベマニュースをご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。声優をやっております石川海人でございます。10年以上のキャリアを誇り、イケメンキャラクターを多く務める声優石川海人さん。お前を排除する。ハイキューをはじめ、ワンパンマンや僕のヒーローアカデミアなど話題のアニメでメインキャラクターを演じている人気声優です。さらにその活躍は声優の枠を飛び越え、ハンターだ。いや遅そうだな足。いやぽいなぽいな。いやハンターちゃんと動きしてんだ。いやいや他局だろ。うっそー。バラエティ番組の MC や YouTube チャンネルへの出演、またファッションブランドとのコラボレーションなど幅広いフィールドで活躍しています。2022年、大きな転機を迎える石川さんが今の心境、そしてこれからについてアベマニュースに明かしました。転機を迎えることになるのは本当にそうだと思うんですよね。中学生時代から深夜アニメが好きだったという石川さんが声優に興味を持ったのは高校生の頃だといいます。中高生の時に本当に友達がいなくて家でやることがなかったんですけど、ああいう頃って夜更かしするじゃないですか。そうすると夜にこう深夜アニメとかやってたりとかして、そこからどんどんアニメとかいわゆるオタクコンテンツと呼ばれるものがすっごい好きになったんですよ。その同時のタイミングで僕演劇部に入っていて、そこがお芝居が好きになったんですよ。それぐらいの年になると学校で将来の夢とかどこに進路を取るかとかっていう話がいっぱい出てくるわけですよ。でも僕好きなことじゃないと続けらんないなと思って、今好きなのってなんだろう、あ、オタクコンテンツとお芝居だ、あ、声優さんあるじゃんと思って、そこから声優目指すようになりました。好きなことを仕事にすると決めた石川さん、アルバイトでお金を貯め、高校在学中に声優事務所プロフィットの養成所に通いました。今や声優は毎年3万人がその道を目指し、一握りしかプロになれない憧れの職業。石川さんは狭き門で夢を叶えるため、高い志でレッスンに励んだといいます。僕一人ただギスギスしてて、養成所ってこう一緒の教室にいる仲間ではないんですよね。この中で数人がこう事務所の中に入るっていう振り落とす作業の場所なので、そうなってくるとやっぱり周りはみんなライバルじゃないですか。だから僕だけずっとちょっと気は張ってる感じはあって、1年間でしたけど打ち解けるという感じはなかったんですよね。その後2012年、19歳でアニメデビューを果たすと、翌年彗星のガルガンティアで初主演を飾ります。何がどうなってるんだチェインバー。彗星のガルガンティアって呼ばれる僕がテレビアニメで初主演した作品はやっぱ人生の転機ですよね。あそこからやっぱりこう矢継ぎ早に作品のオーディションに呼んでいただけるようになって、デビューから2年後人気アニメハイキューに出演し、この年に声優アワードで新人男優賞を受賞します。ハイキューっていう作品に出させていただいた時にすごいこう自分の身の回りでも影響があって、全然連絡取ってなかった人から連絡が来たりですとか、今やっとこう声優になったんだなっていう感覚はちょっとそこで感じたかもしれないですね。その後100本以上のアニメ作品に出演する人気声優となった石川さん、2020年4月には自身の YouTube チャンネル石川海人の秘密基地を開設しました。ゲーム実況をメインに投稿するこのチャンネルを開設したきっかけは、声優界におけるコロナの影響だったといいます。緊急事態宣言下の時、やっぱ声優ってもろに仕事がなくなる職業でもあったんですよ。っていうのもやっぱアフレコ現場って3密の権化みたいなところもあったので、その頃って感染対策って何みたいな感じだったので仕事がなくなっちゃったんですよ。で単純にその何かやってないと不安、アニメの放送が止まっちゃったりとかもあったので、そのエンターテインメントが枯渇しないか不安で、その不安を多分みんな持ってたと思うんですよ。その中で僕はそのオンラインゲームっていう楽しいものを知っていて、その楽しさをちょっとでもこう自分を知ってくれてる人、自分の身の回りにいる人
と一緒にこう共有できたらいいなと思って YouTube チャンネルは、はい、作らせてもらったんですよね。さらに YouTube 開設と同じ月、アベマで毎週放送中のオリジナル声優番組声優と夜遊びの目標 MC に就任しました。せーの、うえー初っ端から俺落ちてるんですけど。声優界の先輩浪川大輔さんとともに体当たりでバラエティ企画に挑んでいます。本当に挑戦挑戦挑戦で、割と僕らがやってこなかったようなオフェンシブルな企画が多いんですよね。こう笑いに攻めてるみたいな。僕はやりたかったことでもあったし、できるようになりたいことでもあったので、まあ、毎週本当に楽しみにして来てる、なんか遊び場でもありながらこう挑戦する場所みたいなイメージですね。さらに石川さんはラジオやオンラインイベントなどコロナ禍でもファンを楽しませるエンターテインメントを提供し続けました。そんな中、2021年11月4日、石川さんが10年以上所属する声優事務所プロフィットがプロダクション業務の閉鎖を発表しました。それについてどう言及しようかあ、でもこれは多分僕は答えたい質問なのでちょっと待ってくださいね。そうですね、転機を迎えることになるのは本当にそうだと思うんですよね。こういう風になるまでこう自分の身の回りを見ることってあんまりなかったんですよね。どういう人たちがいて自分をどうやって活動を支えているのかっていうのを意識することなく働けてたんですよ。この転機を迎えて、まあ、逆にいい機会だなというふうに思って、自分の周りの人がどういう仕事をして僕を支えてくれてて、その分自分がどれだけ何を受け負ったらその人たちの仕事が楽になって僕の負担になってっていうバランスを見たりですとか、いわゆる相互関係をきちんと樹立できるような働き方ができればいいのかなというふうには思います。新しい年にもなるので、そういう節目で自分の働き方をちょっと見つめ直してみようかなっていうふうには思いますね。周囲の支えに改めて気づいたという石川さんが2022年の抱負を漢字一文字で表しました。はい、こちらです。ダダン、頼る。仕事って一人じゃ絶対にできないもので、いろんなところに自分のできないことを頼るっていうことが大事だなと思って、でも任せるとかっていうよりも頼る、ちゃんとその相手を尊重しながらその代わりに自分がこういうことするとか、きちんとウィンウィンの関係でいられるような、でもそれがどこか心地いいみたいな関係性を作れるような年にできたらいいなっていうふうに思います。活躍を楽しみにしておりますので頑張ります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。新しい環境でも頑張ります。よろしくお願いします。